クロスが来ます。岩上のクリア、藤田が拾う。さあここは用意ドン、裏を取った、前を向いた、長い長い長い、切り返す、長い前を向いてシュートだー、ひっくり返した松本山が。ちょっとコース変わりましたかね。そうですね、ボールキーパーの動き見るとコース変わったような感じだったですけれども、ただこれ一発のボールで永井が前でうまく時間作ってたと思うんですけれども、ただここでまた持ち帰られたっていうのはこう出てきてくるからですよね、はい、サイドこれ下川、石原も来ましたかね、あれ出てきたんで、なかなかこれボールキーパーのディフェンスから行くとアタックいけない、ボールにアタックいけなかったんでしょうね。最後はクリアに行った河本の頭に当たったんです ね、 ですね、まあ、その分笠原触れませんでした。今山越が一瞬出てきた下川の方に行きましたからね、はい、これでターンできましたよね、長井が、うん、